って後ろ向いてるの、後ろ向いてる、これで向こう片手右手、うん、上戻るぞ、横取ってきて肘と手首を押さえる、反対だ、はい、それどうする、ちゃんと決まってないもん、ね、どっちかで力が入りすぎちゃって、そうだって握られちゃう、手首を押さえる、手首を押さえるってちゃんと、力が入れなくていいな、これ取られただろ、どうぞ、これ疲れてる、そうだ、おっと、ああ、体と一緒なんか止まらないんだ、抵抗するから気持ちなんですこっちの駐車場の窓を見るんですか、何でだろう、力を見るとか捉え方です、うん、これ力を見るとか、だからそういう風に取られたら動かないもんだっていうね、自分で思ってるから動かない、これ一直線ですか、動かすとこ
そう、無駄なことをして体が離れるから逆に消えちゃって無駄なくなる。こうやる、自分で動けないようにしてるだけ。抑えられたところを動かさなきゃいけない、はい、簡単に取れる。そうですね、いつも同じで動かないところを動かす必要がある。山本君、だから押さえるときに、ああ、後ろ向いて、後ろ向いて、これをこういうどっちか取ってる、動いてる。大丈夫か。自分でかかってるそれ。分かった。こう取っちゃう。相手の動きはこっちも動きが動いてるから。肘で押せる。そうそうそう。そんな力いいな。うん、肘がちゃんとそこに、ほら。かかる。肘、そうそう。そこにそれで肘入れる。あ、そう。そうすれば離れる。はい。分かった。はい。もう全然決められちゃってますもん。かけてますから両手よりも片手でこのように押さえた方が決められてる。これ動いてる、動いてる瞬間入っちゃう。瞬間入ってるよ、すごく。あんまりじってやると危ない。あ、もうその人ね、うん、まあ、ステスが柔らかい、柔らかい。危ない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 、無理して動かない方がいい。今の危ない。だから両手でやったって簡単に抜けられるのが、片手の方がやったっていうのはね、簡単に抑えられる。その形をさ、こう押して、あ、ちょっと押さえれば分かる。この辺りに、そう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 、もうその辺にその形にしておいて、肘を離さないと。そう、うん、俺ほら動いたらこのまま決まり続ける。ほら、あ、そう、そう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 、そうすればいけない。だめよ、これ欲しい。こういうような押さえ方ってないんだよ。上から下に押さえるのか。どういう意味でですか。もう橋本さん、いや、軽いな。すごい分かるの。すごい。俺じゃ外れちゃいますよね。俺じゃ外れちゃう。で、肘ここにつける。力入れないよ、力入れないですよ。その動くと、ほら、ついていくでしょ。はい、ほら、ここに効いてんだ。ここにちゃんとここをつけたまま、これつけたままついてたら、あ、これ体がついてる。これがついてる。体がもうちょっとしてさ、そうそう、引っ張るじゃなくて、引っ張る、引っ張したら乗っけ、乗っけ。もう力入ってる、力入ってるって、柔らかい角度が悪いんだよ。もう一回やろうか。いや、上からここら辺押さえて、ここら辺、そうそう、あー、行き過ぎ。ここのさ、ここら辺でなんか、ここら辺、そう、それでここを離さない。入れとくよ、これ。あ、オッケーオッケー、オッケーオッケーオッケー。肘離す、肘離す。どこかかるよ、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 どこかかるよ